はい。それでは、間取り診断を始めていきたいと思います。えっ、ー、と、最初に話すのは、えー、間取り1の方ですね。1の方。あの、製図されている方の方から話していきたいと思います。こちらですね。はい。で、えっ、ー、と、私の間取り診断は、あの、玄関から。 話していきますので,、えーとですね、一応設定と多分土日お休みですよね土日お休みだと思うので、えー、と日曜日に日曜日にお出かけをして、まあ、車とかでねお出かけをしてで、えー、買い物をしてきてみんなね家族5人でお出かけして買い物してきて帰ってきたみたいな感じですね、えー、例えばなんか動物園とかに行ってで動物園に行った帰りに買い物をしてきて で、例えばドラッグストアとかね、スーパーとかによって帰ってきたというような設定で話していきたいと思います。で、まあ、抽選ここにあるので、まあ、ここに止めるような感じですよね。はい、ここに止めて、で、えっ、ー、と、 まあちょっとこっちにギリギリ止めちゃうと、まあこっちから出れないかもしれないので、まあうちなんかはですね、うちもっと全然狭いんですよあ。あの、うち2メートルぐらいしかなくて、まあお隣さんの入れて4メートルなんですけど、あの、お隣さんも家、車が止まってるので結構ギリギリなんですね。だからまあこの辺での時にもうみんな降りてもらって、それからこう止めてる、結構ギリギリまで止めてるみたいな感じにしています。はい。でこ、まあ、運転席。まあただ運転席がこっちなんですよね。なんかちょっと、 降りにくいいかかななもしれないですねなんかここから降りるとかっていうふうにもしてるし、まあ、あとはあ、頭から突っ込んじゃうっていうのもあると思うんですけど、はいまあ、とりあえずね、まあ、ここに止めてでまあ降りてくるっていう感じですね降りてくるでえっ、ー、とまあ私こっちから入った方がいいよって話だと思うんですけど一応あの図面通りに話していくといくと、まあ、ここで1段2段って感じなのでここで1段2段いきますねとこれが 昨日もん中が多分こんなところにはないかな。もうちょっとこういうところになってで、ね、自転車はこういう。ちょっと大きいですね、自転車ね。こんな大きくないですね。はい。ですけど、まあ、ここからトントンっていう風に上がっていくということになりますね。えっ、ー、と、1段2段で、まあ、大体ま、20センチぐらいずつくらいですかね。1段2段で上がるうような感じになります。で、こう来て、えっ、ー、と、入り口がここですね。 入り口がここで入ってくるという感じなんですけど、えっとですね、引き戸なので、これは入りやすいと思うんですけど、で、ここにね、ちょっと書いてあるんですね。はい。で、これが自転車の大きさです。で、えっと、ちょっとどういう自転車をお持ちかどうかはわからないんですけれども、あの、一般的に建築関係の場合だと、 自転車、駐輪場の大きさって60センチかける1 9 0センチとか、それぐらいでやってます。はい。で、えー、まあ、もうちょっとちっちゃいとは思うんですけれども、えー、一応この1コマが30センチなんですね。1、2、3、4、5で6なんで、まあ、180センチないぐらいで、こんな感じです。だから、ここに3台止めるんだったら、ここに1台、ここに1台。まあ、ここに例えば上の方にね、 止めるってこともできると思うので、あの、そういうこともできると思うんですけど、えっ、ー、と、1台で、まあ、上に引っ掛けるのがあって1台みたいな感じですね。はい。で、ここで1台って感じなので、まあ、ちょっとすでに収まってないという感じに、現状だとなっています。はい。ですから、まあ、この、ここの中で入れようと思うと、まあ、ここで入れるとかっていうのはできるかもしれないですけど、まあ、ここで、ここで1、2、3、4、5、6でもこう被っちゃうので、 まあこう、無理やりここに入れて、あとここでっていうのはできるかもしれないですね。はい。だからまあ、ちょっと入れ方によっては入れられるかもしれないけどっていう感じかな。まあ、こ、こんな感じで入れて、まあ、ここで例えば2台入れて、えー、まあ、ここで1台みたいな。っていうのはまあ、いけるかもしれないですね。 はい。ただ、ま、ちょっとこれ入れるの大変とか、ここの中に、こう、なんだろう、上に上げなきゃいけないですもんね。だから、ちょっと、どう、どうかなという感じが今あります。はい。で、まあ、こっから入ってきて、こう行くんですけれども、こうですね。はい。これが、あの、動線で言うと、こう、あ、色が違う。 色がピンクしたからこ,うこういう動線ですね。こういう感じの動線になってるってことが分かりますね。はい。ですから、ここが全部動線なんですよね。動線っていう感じです。はい。ですから、物が置けないっていう感じなんですね。ってことになります。ですから、ここにこういうふうにやって、こういうふうにやった場合に、じゃあ物が置けるところはどこなのかというと、ここ とまあ、ここかな。というような感じです。だから、ん、収納としてはあんまり望めないし、あとここに入れちゃうと、もうこの自転車を置くってことができなくなってしまうので、まあ、ちょっと厳しいですよね。ちょっと改善点の時も全部これ変えてるんで、それちょっと見ていただくんですけど、ちょっと現状だとそんな感じっていうところです。でちょっとここで言えるのは、まず簡単にできるところが、この入り口を変えるってことですね。 入り口をこっちからにする。こっちからにする。はい。こっちからにするだけで、ここが導線から外れてくるので、ここは収納になります。 まあ物を置くことができる感じですね。だから野菜とかを置きたいっていうふうにおっしゃったので、まあこういうところに置くことができるかなっていうところですね。だから自転車のところをどうするかっていうのはちょっとわかんないんですけど、ちょっと現状だとね、どういうふうに入れるかっていうのはかなり苦労しそうなんですけど、まあそれをちょっと考えずにいれば、まあこういうところに置くことはできるかな。まあこういうふうに入ってこういうふうに行くっていう形ですね。だからなるべくその通路を減らすっていうことは大事だと思います。はい。 ですから、ちょっとそのところはやらなきゃいけないな、というところですね。はい、で、実際これ、ちょっとどういうふうに見えるか、というところなんですけど、ちょっと簡単にパースを、書いてみました。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっとおっしゃってたように、ここに玄関収納がバーンって,あってまあこれがね上まであるかもしれないですけどね、ちょっとどういう収納かわからないんですが、玄関収納があります。で、見えてくるのが、まず見えるのが玄関収納、そしてトイレ。 トイレのドアが見える。うん、で、あと、まあ、こっちはそんなに見えないかもしれない。まあ、あの、上の方にこう、えー、自転車があって、まあ、下も自転車があって、ここに自転車って感じですね。まあ、奥の方にできるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じっていうところです。で、光もあんまり入ってこないですね。上のと、まあ、ここ窓が全くないので、光も入ってこないっていう感じで、一応ここからの光はあるんですけれども、まあ、若干ですかね。まあ、玄関ドアの、 光なななのでででそんなではないという形ですねだからこういうふうに上がってこういうふうに出ていくんですけどここのドアに関しては、まあ、なるべくあの、えー、と窓ガラ,スが入ガ,ガラスが入っているものを選ばれた方がいいと思います。こっちからの光が入ってくるっていう必要があるので、はい、それはやった方がいいと思いますね。うん、だから、まあ、この玄関収納が気になるっていうのもあるんですけどここのトイレもね 正面に見えてくるというのも、まあちょっと気になりますよね。まあ、正面というか、正面ですよね。入ったところ、ここには見えないんだけど、こう曲がったらこう見えるって形なので、はい。えっ、ー、と、うーん、まあどうかなという感じですね。はい。まあ、あの、まあ、玄関にあるのはいいと思うんですよ。例えばなんか出かけてきて、あのー、 まだねちっちゃいのでトイレ行きたいとかっていう時もあると思うんですよね。で、えっ、ー、と、急いでこう行くっていう風にもできるので、まあそういうのはいいと思うんですけど、まあ、えー、玄関でトイレが見えちゃうっていうのはあんまりやらない形なので、ちょっとそこはどうかなという形ですね。はい。という感じでまあ玄関こう入りまして、あ、これごめんなさい、通るって書いてますね。通る1個って書いてあるから、うーん、どっちが通るなんだろうな。ちょっと。 おそらくこっち側ですかねこちら側が通るという感じなのかなうんちょっとまあ分かんないですはいこちら側なのかあと全部かもしれないですけどちょっと1200なので400400400 400, 400でこう割れるとは,もう、まあ、ちょっとはもうちょっと幅広いかな,なんでちょっとこれ図が ちょっと狭めですね、はい。もうちょっと広いかなとは思うんですけど。はい。はい。そんな感じで、えー、なってます。で、ここで、まあ、家族、えー、5人でね、こう、来て、まあ、片手には、えー、買い物バッグを持って、買い物袋を持って、こう、来る感じなんですけど、で、ここでも上がる、段差があるので、上がる感じですね。で、お子さんまだちっちゃいので、えっ、ー、と、0歳の子。 抱っこしてあげる感じかなで靴とか履いてるのを、まあ、脱がしてあげるみたいな形かなとは思うんですけど、でこう上がってきて入るっていう形ですね。で、えーと、これ入った時に見えてくるのがこのソファーという感じです。はい、でソファーがあって、えーと、ソファーを見つつ、ソファーの後ろを見つつ、 まあ、とりあえずの買い物をしてきたわけですから、買い物袋をここに置くという感じになりますね。はい。多分、多分キッチンにとりあえず置くんじゃないかなと思うんですよ。そのスーパーとかの生鮮食品とかあると思うので、まあそういうものをね、置いてあげるっていうことになって、で、それからまあ、えっ、ー、と、冷蔵庫とかに、ね、入れていくって感じですね。で、子供たちはどうするかというと、まあ手洗いうがいですね。を多分されると思うので、まあこっちから、 まあ一応お母さんとかお父さんとか一緒についてきて、そのまま、まあ手洗いっていう風に行くかもしれないですね。あるいはこっちにもう来ちゃってこう行くかもしれないんですけど、だからちょっとこっちに行くとなると、ここにダイニングテーブルがボンって置いてあるので、この隙間を通っていくって形になります。だちょっとここのところが、まあ真ん中に置くような形で今書いてあったので、その通りにやってるんで、や,やってるんですけど、 あの、ちょっとなんかその椅子出しっぱなしだとちょっと通りにくいかなって感じですね。で、まあもうちょっとこれ幅があるので、まあ今こ,うこっち寄りに書いちゃってるんですけど、まあもうちょっとこういうふうにね、寄せればいいのかもしれないですね。はい。まあちょっと図の関係でなっちゃってるってところもあるんですが、はい。ただまあちょっとその椅子の裏をこうどっちにしてもね、通っていくって形にはなってきますね。はい。 で、子供たちは、ま、ここで、手洗い、うがいをして、ま、その後ね、こう、遊んだりする。まあ、和室があったりするので、和室で遊んだりとかっていう形になるんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、大人、大人は、あの、買ってきたものをね、収納しなければいけないので、まあ、ここにね、2700の、カップボード。結構これだけあれば十分かなという感じですね。えー、通常だと大体1800。 1800のカップボードプラスパントリーっていうのを私は大体おすすめしています。1800しかない場合ですね。1800しかカップボードを置けない場合は、プラス900のパントリーをつけてくださいっていうふうに言ってます。で、パントリーは、まあ、その食品置き場ですよね。食品置き場なので、 あのまあ、造作で作ってもいいし、この、えー、とカップボードね、同じもので作っても、でやってもいいと思います。はいですから、えっ、ー、と、今、写真でいただいたやつをちょっと見てみましょうか。はい、えっ、ー、と、写真でいただいたのはこんな感じですね。多分これも2700ぐらいで、えー、カウンターがすごく広く取ってあってで、釣り戸もあるという感じ。 でではああるんですけれどもあのまあ、ここのところがね、すごく、カウンターがすごく広いので、あのレンジとかね、トースターとか、あのいろんなものは、まあ、家電調理家電というのは置きやすいとは思うんですけれども、あの食器とかをしまったりとか、あとその食品とか、例えばそのパンとかお菓子とかっていうのを、まあ、ちょっと割とかさばるようなものをしまったりするスペースっていうのがちょっとなかったりします。でこれは これはこれでいいと思うんですけど、これとベッドね、パントリーがあるのであればいいと思うんですけど、私はちょっとこれだと多分なんかこういうところに、そういう、お菓子とかを置くようなこう箱とかが出てきて、そこにこう置かれていくような気がしないでもないです。で、多分今はまだいいと思うんですけど、中学生ぐらいとかになってくると結構やっぱ部活やったりとかして、もうとにかく、 今までとよりも全然食べるようになってくると、まあ、女の子とかでもね思うんですよね。まあうちの子はまたあれかな。うちの子は、えー、上が高1で下が小5なんですけどで、上が男の子で下が女の子なんですね。で、男の子の方はすごい食べてまして、まあ、今でも食べますけど、感触がやっぱり必要になってきますね。はい。で 娘の方もまあまあでも感触はするかな。だからなんかそういうその感触を置いとくようなスペースっていうのはどっかに欲しいかなっていう気がします。ここじゃなくてもどっかでもいいと思うんですけど、はい、欲しいっていうのはあるのと、あとその食器とかもしまうのも多分引き出しとかにあるよりはこういうところで開き糸とかでこうあって開いてね入れた方が多分なんかこういうところの方が入れやすいんじゃないかなって気がします。 だかからじゃあなんかこのカウンターとかっていうのは分1800あればこれらのレンジとか炊飯器とかトースターとかコーヒーメーカーとかっていうのは十分置けると思うんですよ1800だとちょっとこれ測ってみてください今が1200ですよね1200なのでそれのまあ倍以上の大きさになってくるっていうのもありますから、まあ、ちょっとその辺も やっても,もらった方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっとこ,これだと、まあもしかしたらそういうのが欲しくなるかな。で、この、この辺りっていうのが一番収納しやすいんですよね。要は、人がこう立った時に、えー、っと、姿勢を変えずに収納できるスペースじゃないですか、こ,この辺って。だからまあ調理家電とかこの辺に置くっていうのはすごく理にかなってるんですけど、あの収納としても欲しい。一番その、 欲しいところって、まあ、ゴールデンゾーンって言われてるんですけど、ゴールデンゾーンになってくるんですよ。だからこういうところにあると、やっぱ便利かなっていうのはあります。ただ見た目としてなんかこう、すっきりね、こうカウンターがあるっていうのはすごく魅力的ではあるんですけど、ちょっとの収納との兼ね合いでね、考えていってほしいかなというふうに思います。で、えー、っと、今、あれえー、っとっ、ね、キッチン。 の絵をちょっと描いてみたんで、あのー、見ていただきたいんですけど、まあこんな感じなんですね、こんな感じ。えーまあ、こんな感じでかんですね、カップボード見えないですね。あのー、ここがまあキッチンがあって、こういう風に立ち上がってるんですよ。で、レンジフードのところはこう壁がかかってて、えー、立ち上がってるって形で、で、この辺にまあダイニングテーブルがあってって感じなんですけど、で、ここがまあちょっと見えないので、 見せると、これなくしてみるとこんな感じですね。で、私のおすすめとしては、ここのところが全部釣り鳥りになってて、これが1800の調理家電、あの、カウンターがあって、で、ここに、まあ、パントリーというか、まあ、食器とか、あの、食物とか、食物というか、なんか、まあ、パンとかね、そういう完食できるようなものとか、そういうものを置くようなスペースっていうのを、設けてあげるといいかなとは思ってます。はい。だから、ちょっとまあ、そういうの、 で、その食器とかも多分、あの、大きくな、大きくなってくるんですよね。えっ、ー、と、今は多分、プラスチックとかの、あの、えーとえーとえーと、割れないようなね、食器とかもしかしたら使ってるかもしれないんですけど、あの、小学生とかも高額になってくると、大人と同じようなものになってくるので、まあ、今まで2人分だったのが、まあ、倍以上って形になってくるら結構食器も数も増えて、 るるっていうののもあるので結構食器の量っていうのとかも考えてやられた方がいいかなと思います。まあ現状が1,200の収納で、えー、食器だなということだったのでまあそれでも溢れてるってことなのでまああふれてても多分これだけあればね入るとは思うんですけれども、はいまあ、ちょっとね余ってるぐらい隙間があるぐらいの感じで、えー、やるといいんじゃないかなとは思います。 はい、で、えっと、一応、ここに、まあ、窓ですね。窓をつけてあげるといいんじゃないかなと思います。ここはちょっと暗くなるので、おそらく。で、さっきの絵も写真も書いてあったと思うんですけど、ちょっとここに、まあ、現状窓ないんですね。だから、窓あると光が入ってくるっていうのはあります。で、これはまあ、引き違いでもいいし、まあ、横滑り。 横滑りとかがスッキリするからいいとは思うんですけど、横滑りとかにしてあげるとまあいいかなと。で、これがあの家電収納がこうあるので、家電収納の上側ですね。上側につくような感じです。えっと、 まあ現状ですね、窓がないので、あれだのも、あの、ちょっとどうなのかなっていうのはあるんですけど、例えば、ここの高さがまあ85センチ、850だとすると、あの、家電収納の高さって、まあ、大体40センチぐらいあればいいかなって感じなんですね。するとここで、まあ、1250っていう高さになってくるので、 それより上のところに窓があれば、家電とかぶらないっていう感じになります。だからまあ、今これ1500ぐらいで書いてるんですけど、ちょっと高いかもしれないので、ちょっとそのもうちょっと下げてもいいんですけど、ここはかぶらないっていうような考え方でちょっと窓をつけてあげるといいかなと思いますね。はい。だからまあ、2700、ここがあればかなりね、あって、結構組み合わせもいろいろできるとは思うので、あの、ちょっとね、えっと、家電が、家電の、まあ、カウンターって家電が、 家電収納家電調理家電調理家電ですね。ごめんなさい。調理家電を置く場所だと思うので、まあ、それ以外のものっていうのはね収納しちゃっても大丈夫だと思う。ちょっとね、ここの幅はどんだけ欲しいかっていうところをね、えー、ちょっと考えてみていただければなというふうに思います。ですから、まあ、今買ってきたものっていうのは、こう冷蔵庫に入れたりとか、あのパスタとか,とかっていうのは多分こう引き出しとかに入れるのかな。で、パンとかもし買ってきたらこういうところに入れるっていう形になると思いますね。はい。で、ここの隙間。 収納なんですけど、私改善提案だとこれもう外しちゃってます <laughs>。ちょっと使いにくいので <laughs>、なんですけど、ちょっとこれが気に入っているということであれば、あのー、何かしら、えっと、使い勝手、使い道というのは考えなければいけないんですけど、まあ、そのままでここに収納しようと思うと非常に少なくなっちゃうんですね。これしかないので、はい。で、収納としてはここが、 収納ができるじゃないですか、ここの部分。ここ。ですね。ここの面積よりも、ここの面積の方が広いので、まあ私やるんだったら、ここはもう潰しちゃいます。潰す。ですね。こう潰しちゃって、なんかここに大型トイレ収納って書いてあるので、まあこっちから使う感じかな。まあちょっと、あの、あれですね。 ただ構造的なところもあるので、あの、現状の間取りではって話なんですけど、ちょっと構造的に無理であれば、あれなんですが、まあ、この、この壁がね、この壁、あ、ただ、まあ、この壁なくしてここが90センチ取れれば、ま、あいいのかなっていう、あ、90センチだとここまで来ちゃうか。ちょっと、どっちにしろちょっと構造壁にはなんなくなってくるので、ちょっと微妙なんですけど、ちょっと構造、ごめんなさい、構造を無視すると、 まあここのところトイレから使う収納っていう形にしてしまって、こっちに関してはこっちから使う収納ですね。っていうふうにするのがまあ自然かなと思います。ここに入れようと思うとちょっと大変なことになりますね。<laughs> 大変なことっていうかすごく、えーえー、無駄なことになってしまうので、多分こういう形にするのがまあ自然かなと思いますね。ただちょっと回転手段でこれもなくしてます。はい。ちょっともうそれは無駄かなと思うのでなくしちゃってます。はい。という感じです。 はい、だからまあちょっとここであれば、ここでまあオープン棚っていうこともでき、オープン棚がいいかなとは思いますけどね、でまあ、冷蔵庫と干渉しないのであれば、なんか開き戸をつけてあげるっていうこともできるし、えっ、ー、と、まあ、ユニットとかでもしね、このカップボードと同じもので見つけられるんであれば、そういうのを入れてもいいとは思いますね。はい。うんまあ、ちょっとこれあると便利、なことは便利かな。なんかその 細かいものとか掃除機とかクイックルワイパー。クイックルワイパーはちょっとここだともったいないか。まあ、もしここだとね、クイックルワイパー入れるとかって感じで、ね、この、これがなくて、ここだけだとなんかそういうものを、細かいものを置くって感じなんですけど、まあ、ちょっとそれだと、ここがもったいないので。うん、あとまあ、こう、ゴミ置き場。な、全くこれ何にもなしにして、ここのとこはゴミを置くような、ゴミ箱を入るような形にしてあげて、ゴミを置くっていう感じでもいいかなとは思います。 そんな感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、買ってきたものはそういう風に入れていくという形になってきて、で、その後に、あの、柔軟剤とかもし買っているのであれば、柔軟剤はすぐこちらですね。洗濯機があるので、洗濯機に置くと。で、ここはカンタ君を置くから、まあ、上のところのスペースは、まあ、ここにカンタ君を置かれるんですよね。だから、えっ、ー、と、多分この、こんなに大きな窓は置けない感じですね、ここのところが。 はい、あの今900になってるんですけど多分まあ300とかくらいかなちっちゃい窓でいいと思いますで上げ下げじゃなくて上げ下げ結構使ってるんですけど、まあ、基本的には縦滑り出しかあの横滑りって形にした方がいいと思います上げ下げはちょっと,、えー、と時間が経つと上げにくくなあの開閉しにくいっていうのもあるし気、まあ、密性も高くない ので、あんまり使わない方がいいかなと思いますね。だ基本的には、えっ、ー、と、細長いダスだったら縦滑り出したし、えー、ちっちゃい窓であれば横滑りとか、えっ、ー、と、ちっちゃい、ちっちゃいとか横長の窓ですね。っていうのは横滑りっていう形がいいかなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、これ簡択につくんですけど、で、その洗濯する時のにその洗濯用の洗剤とかを置くスペースっていうのは欲しくなってくると思うんですね。だから、ま、そういうのはこういうところに置く感じかな。 こういうところに、なんか収納をつけてあげて、引き出しとかですかね。引き出しとかでこう出せるような感じのもので、入れとくっていう感じにしてあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここに、洗面化粧台があるって感じなんですけど、とりあえずこ,のここに入れる感じですね。入れる、う。ん で、えっ、ー、と、あとそのシャンプーとかに関しては、ここの中ですかね。洗面化粧台の中が多分いいと思いますの、ね、で、この中に引き出しがあると思うので、この中に入れるっていう形になると思います。で、えっ、ー、と、トイレットペーパーももし買ってたとしたら、トイレットペーパーはこうトイレに行って、ここに、この中ですね。まあ、ここが収納としてあるんであれば、ここに入れるっていう形かな。あと、2階に、2階も、 トイレがあるので、まあ、2階はね、2階に上に行くときに、ま、一緒に持っていくって形にしてあげればいいと思います。ただそう考えると、ここのところにね、あの、ある程度、水回りが、こことここでまとまっているので、すごくね、買い物をしてきて、ストックを入れていくっていう意味合いでは、すごくね、えー、いいのかな、というふうに思いますね。はい。はい。そんな感じで、ストックは入れ終わって、で、まあ、えー、夕方になってきたので、じゃあ食事を作ろうか、ということで、まあ、 親2人ですね、えーえー。ご主人と奥様。2人で作る。2人で作れるぐらい結構スペースありますよね。2人で作ってもいいと思いますし、まあ赤ちゃんがいるので、まあ1人は赤ちゃんの面倒とかを、まあこの和室とかでされるって感じですね。だ和室があるのが非常に、あのー、使い勝手がいいと。まあ将来的にもね、あのー、1回だけで生活が完結できるようになっているので、それもいいというふうに思いますし、えっ、ー、とお子さんの昼寝とかもね、 ここでできるっていうのは、とてもいいですよね。で昼寝してても、ここでキッチンで何か、料理をしてても、まあなんとなくね、まあこの辺にいるとちょっと見えないですけど、まあ声とかが聞こえてくるので、ちょっと対応もすぐしやすいっていう感じがあるので、えっ、ー、と、この和室があるっていうのはすごくいいというふうに思います。で、ここで料理をしてて、えっ、ー、と、 まあ赤ちゃん、赤ちゃんこう歩いてたりとか、で、ご主人がこう遊んであげたりとかしてるのかな。で、子供たちはまあここでテレビを、もしかしたら見てるかもしれないっていう感じです。はい。という感じで、それぞれ時間を過ごしてて、まあここで作ってるって感じですね。だここでいるとまあ結構全体的には見えるっていうのはすごくメリットがあるかなと思いますね。この真ん中にあるっていうのは、そういう意味では全体的に見える。 1>, あえー、と1階にいる分には家族の様子が、まあ、大体分かるというのはいいんじゃないかなと思います。で、でそれでまあご飯ができ終わったら、えー、配膳をする。真ん中に配膳するって感じですね。で、ここでご飯を食べるって感じになってきます。で、6人掛けのテーブルだと大体 1800×900 ぐらいですかね。うんまあ、もうちょっと幅800ぐらいのもあるので、 ちょっとそれ、あのー、いろいろあると思うんです。多分これぐらいのスペースにはなってくるかなとは、大きさにはなってくるかなとは思いますね。はい。えー、で、ここでまあ食べていくっていう形になって、で、えっ、ー、と、ご飯。まあ、ご飯食べるときはテレビ見ないってことですよね。ちょっと、えっ、ー、と、まあ、この位置だと、ね、テレビ見ることはできないのであれだと思いますね。ただまあ、奥様が例えば、あのご飯作ってる時とかにテレビ見るっていうのはまあできるかなと。 あと、ま、一人で何かやってる時とかね。あの、翻訳の仕事をされるっていう風に、ま、家でね、されるってことをおっしゃってたんですけど、あの、ま、なんかね、一人でご飯作ったりする時っていうのは結構ここで見れたりとかするっていう意味で、ので、ま、それはね、いいんじゃないかなと思いますね。はい。だから、あと、ま、ご飯食べ終わったとか、ま、これねご飯食べ終わるじゃないですか。食べ終わって、あの、こう、持ってくる。 えとご飯食べ終わったのを片付けるんですけど片付けてる時にまテレビをね皆さん見てるってこともあると思うんですけどまあそういう時にはねえこれえ見れるっていうのはいいと思いますねはいまあ片付けながらまあみんなが見てるものを一緒に見れるっていうのはいいとは思うんですけれどもえとまあこのそもそもですねこのソファーっていうのが多分1人掛けしかこれおあ2人掛けラブソファーしか置けないんですよね多分これ1800も この絵ではない感じなのでっていうことですしあのまあ例えばそのえ何かソファー置かないにしてもこの間口がすごい狭いのでちょっとそのテレビを見るというのが5人家族でテレビを見るのはちょっとかなり厳しい感じですよねうんでまあこの辺とかで 見るよっていう風になった場合でもちょっと厳、まあ3人とかですね。で、大人たちはここで見るみたいな感じ。だからあんまり見ないんであればいいと思うんですけど、あの、まあ見る、見ることが家族団らんっていうところも、まあ人、家によってはあると思うんですね。まあうちなんかは割と土日、まあ日曜日かな。日曜日とかはえ7時ぐらいから えー、ご飯食べ始めるんですけれども、えー、大体ですね、鉄板ダッシュを見ながらご飯食べるという感じですね。その後、一滴を見てとていう感じなんです。まあ、家族で、まあ、息子はさすがに、光一の息子はさすがに見てないんですけどでち、ちょっと最近までは見てたんですね。っていう感じだったりするので。まあ、そういうのが家族のあれところもあるし、まあ、そうじゃないところもあると思うんですけど、まあ、そういう感じでちょっと見るっていうのはちょっと厳しいかなというところですね。 はい、ですからちょっとここの位置に関してはあのー、改善提案の時にこう変えたいと思ってますテレビの位置がね、はい、っていうふうに思ってます、はい、で、えー、なのでちょっとこれはどうかなと思うんですけど、まあ、一応まあ見,れると、まあ、見ようと思えば見れるかな3人こう座って、まあとここで見てるっていう形ですねあとここで片付けしても見れるっていうような形にはなっています はい。で、ここでまあお片付けをして、で、その間に皆さん多分お風呂入ったりするのか、まあ先にお風呂入るかもしれないですけどね。先にお風呂入ったりとかして、これが2.5坪のお風呂なので、あ、2.5畳ですね。ごめんなさい。2.5畳のお風呂なので、あのー、3人とか、子供、みんなと一緒に入れる感じですかね。うん。すごく大きくていいと思います。<laughs> いいと思うんですけど、あのー、お風呂、 まあ今はまだいいと思うんですけどあの将来的にね女の子3人っていうのがお年頃になってくるとあの洗面所使ってる時にお父さんとか入れなくなってくるじゃないですかあのですよねえっとまあ入っちゃうのかもしれないんですけどまあせなんかその食べ終わった後とかにまあ最初に誰かお風呂入るって言って入ってるじゃないですかその時に俺歯磨こうかなと思って歯磨こうと思うと 入ってるからちょっと入れないみたいな感じのっていうのがまあ入っちゃってればまあいるかもしれないんですけどね入っちゃってればいいまあ洗もご主人するからまあ下着とか別に毎日見てるしみたいな感じでいいとかも私もまあ洗してるんであれなんですけどっていう感じで,まあでもちょっとなんか入りづらいっていうのはもしかしたらあるかもしれないと思うんですよねまあそれ全然ないっていうか気にしない過程もあると思うのでその辺はまあいいと思うんですけど まあちょっと現状だとね、そういうのが気になるかなっていうところです。で、あの、スペース的に、あの、狭いんだともしょうがないかなと思うんですけど、結構これ広いんですよね、ここの、えっと、洗面脱衣室が、洗面脱衣室が広いので、まあちょっとなんとか、なんないかなとはちょっと思ってます。で、えっと、一応ここのところが、まあ洗濯機がそもそもこっちにあるんですけど、あのー、 残りを使うんであれば、まあ、こちらの方が、まあ、いいかなっていうのも、ありますよね。で、洗面化粧台っていうのは、洗濯,洗濯機自体は、まあ、洗濯するときしか使わないんですけど、洗面化粧台って、しょっちゅう使えますよね。帰ってきたら手洗った時に使うし、ご飯食べ終わったら、まあ、歯磨くじゃないですか。で夕ご飯と朝ご飯の後に歯磨くだろうしって形で、まあ、洗面化粧台のは全然、使用比率は高いわけなので、 基本的にはその使用比率が高いものの方を近くに置く方がまあいいと思います。はい、で、ここはまあ引き戸になってるんですけど、まあここに、まあ、もう一個壁をね設けてあげれば別に、えっ、ー、と、ここにえっ、ー、とタオルリングとかねつけることができるので、まあこうやってあげればいいかなというふうに思いますね。で、窓に関してはこちら側に持っていくっていう形にしてあげるとまあまあいいかなというふうには思います。 はい、であとはなんかまあ、こうしてあげるとこ、こ,ここで使う、まあ、こことこうね、あの何かね、えーとまあ、こういうふうに塞がなくてもいいとは思うんですけど、まあ、なんかこっちで使う、あのこっちのお風呂でね、入っている時に、この近くで使うっていうよりは、ここで使うんであれば、まだね、気にな,らなりにくいかなっていうのもあるので、まあ、ちょっとね、こういうふうにしてあげるっていうのもありかなと。であとはまあ、もうちょっとこの壁を、えーまあ 洗濯機はこんなに大きくないから、あの、まあ、もうちょっとここをちっちゃくしてあげて、で、こう、これぐらいで壁を作ってあげて、まあ、この辺でね、えっと、脱衣所をちょっと狭くしてあげる。で、こっちをその洗面スペースっていうふうにしてあげてもいいですね。ここが90、90センチとかにしてあげて、で、ここちょっと脱衣室ばっていう形にしてあげるってこともできると思いますね。はい。で、かんた君とか入れてって形にすると、まあ、お客様、 とか来たときも、あの、お客様が来て、現状だとその洗濯スペースのバ、バ開けたときに洗濯スペースバーンみたいな正面なんですけど、で、かんた君があったりとかして、なんか洗濯終わってないものが入ってたりとかね、いろいろこう見えちゃったりするんですけど、こちらから持ってくればね、ちょっとそれが見えなくなってくるかなっていうところですね。はい。だから、まあちょっとそれは、できるとは思います。はい。で、えっ、ー、と、ただですね、えー、ちょっと気になって、 ここからこういうふうに入っていくじゃないですか。それなんかこの辺が結構無駄スペースなんです、ね。これが畳1畳分これあるんですけれども、畳1畳分、畳1畳分ですよね。えっ、ー、と、ですよね。畳1畳分あるんですけど、まあ、単純に廊下でしかないという感じなんですよねで。これが結局こっちから入るからなんですよね。こっちから入るから全て同線になってしまってるって感じなんですね。 これが、あのー、まあ、こっちから入れば、こっちから入るようにすれば、まあ、ここのところにね、収納を置くことはできるかなと。というふうになります。だ、ここに関しては、まあ、結構奥行きがあるので、まあ、洗面所に面してるんですけど、何か奥行きが必要なものを置いたりすることはできて、で、洋服とかをここになんか引き出しとかがあってね、置くって形にしてあげることも できますよ、ねまあ、ここ、まあ、出っ張ってでもいいかな。出っ張ってでも、引き戸入って、こう行くって形で、ちょっとまあ、クランクしちゃうんですけど、えっ、ー、と、ここ出してあげて、ここ出してあげると、ここ脱衣室で、ここ洗面室で、まあ、ここは特に、まあ、引き戸はいらないとは思うんですけどね。なんか、必要であれば、のれんを後でつけるとかっていう感じでもいいかなと思うんですけど、してあげて、ここ、壁出してあげればいいし、で、ここから入ってきて、こういうふうに行く。で、ここのところは収納として使える。 なんか、えっと、造作で作んなくても、なんか引き出し収納とかタンスとかそういうのでもいいと思う。そういうの入れとくと、まあ、下着とかタオルとかを入れるし、こっちは奥行きがあるので、まあ、奥行きがある収納って形にできるし、まあ、なんならもうこれ、こっちから使うでもいいかなって気はします。こっちの方を収納増やしてあげるっていう感じですね。だから、ここが結構布団が、何人寝るんでしたっけあの、 5人かな、うん、皆さん寝るとなると、布団の量がすごいんですよ。だから、布団って埋まっちゃってて、なんか洋服とかも置けない感じなので、えっと、まあ、だったらなんかこっち側から使った方がいいかなという感じもします。だからちょっとこの辺も回転手で話すんですけど、うん、まあ、現状だとちょっとその、あのえっと、例えば収納置けるよとか、あとはこの、この、この、 えっと、脱衣と洗面の区画がどうのようとかっていうのがちょっとできてないので、そこのとこはね、えー、ちょっと工夫すればできるかなっていうところですね。はい。ですから、ちょっとそこはやった方がいいかなとは思います。あと、まあえっと、残り湯確か使うんでしたっけ残り湯使うんだと、まあこっちの方がいいですよね。こちらから使えるって形になるので。はい。まあちょっとこっちだとこういう風になるので、まあ洗面使うときにちょっとまたがっていかなければいけないので。はい。 という感じで、まあ、ここで、はい、洗濯ですね。あと、その、洗濯の音が結構しますよね。だから、それもちょっと遠い方が、洗濯機回す音っていうのもすると思うので、まあ、ここ、引きとがあるから、まあ、そんなでもないとは思うんですけど、まあ、なるべく奥になればね、その音っていうのも聞こえにくいかなっていう感じですね。はい。で、せ、え、ん、ー、えで、まあ、お風呂みんな入っちゃったら、なるべくね、えー、夜のうちに洗濯をしたいっていうふうに、ご主人、 が先端係なので、ってことだったので、多分もう入り終わったらすぐに、あのー、洗濯機を回しちゃって、で、洗濯機も終わったらすぐ乾拓に入れるっていう形になると思います。で、これが、まあ、1回で済めばいいんですけどね。1回で済めばそこで乾いてっていう風になると思うんですけど、まあ、5人分なので、多分2回とかになってくると、ちょっとま、めんどくさいかな。だから、あのー、1回分のやつはこれで終わるけど、 多分朝とかになった時にもう一回ここで一回分のやつを取り出してまた回すみたいな形にもしかしたらなるかもしれないですね。うん。で、それ回しといてそのまま出てで帰ってきたらその乾いたのを取り出してっていう形かなっていうふうにでもしてもいいかなと思います。はい。で、洗濯動線ちょっとそのまま話を。 ここでね、さっき言ったように、まあ、洗濯をして、残り湯で洗濯をして、その後上に上げて乾燥機で乾燥させるで。1回ですぐのであれば、乾燥したものを、まあ、なんかそのせ乾燥している間にまあテレビ見たりとか、なんか子供たちと遊んだりとかしている。あれば趣味の自転車ですね。自転車を、まあ、お風呂入った後にいじるかなっていうのはちょっとわかんないですけど、乾、ま、燥、あえー、するとか <laughs> いう感じですかね。 え、してあげたりとかして、で、その後、まあ、終わったなと思って、ここ来るじゃないですか。で、洗濯、乾いたものを取り出して、で、それを畳むっていうのが、夜のうちにしたいのであれば、畳むのであれば、ここに来る。多分、畳で畳むのが一番いいと思うんですね。畳で畳んであげるってことになると思います。で、畳で畳んだものを、 えとまあ、親のものに関してはね上に持っていくって形にはなると思うんですけど、えー、と子供のものに関してはおそらくこの中に入れちゃうっていうのが一番いいと思いますね。えー、と <laughs> さっきも話したんですけど、ここにまあお布団がこういういう風な形で入っているので、まあ、結構な場所を多分取るとは思うんですよね。5人分なの。まあ、5人分って言ってもまだ 下一番ちっちゃい子は赤ちゃんなので、まあ4人分か。4人分の布団が入っちゃうんですけど、そうすると、まあここのところが結構活躍してくるかなと思うんですが、まあここにね、えー、収納が、もし、あるのであれば、まあここで畳んだものをそのまま入れていくって形になりますね。はい。で、親、親というか自分たちの分に関しては、まあ上に行くときに持っていくって形にすればいいですよね。はい。すると、あのー、 朝の準備とかっていうのはここで進んでしまうって感じなのはすごく楽になってきますね。だから洗濯通りはすごいいいですよね。ここで終わっちゃうので。はい。で、まあ、えっ、ー、と、外で干すようなものがある場合は、まあ多分休みの日とかですかね。えー、は、まあ上で、上の洗濯物干しでし、室内物干しで干すって形になると思うので、通常は多分この辺で収めちゃうっていうのは多分一番楽なんじゃないかなと思います。だから、 えっと、子供の洋服はここに入れる。で、タオルとか下着とかが、は別にするんであれば多分ここかな。こういうところに置いとけば、ここで収納ができるって形になりますね。で、親物に関しては上に行くって形になると思います。で、子供がまあ成長してきて、えっと、まあここじゃなくてまあ自分のクローゼット、自分たちのクローゼットに入れるよって話になった場合は、多分なんかこの辺に置いとく。えっと、 3人分置いとくような形にしてあげて、そこに入れとくっていうのがまあいいんじゃないかなと思いますね。で、うちもそうなんですよ。うちも、えっと、畳の部屋であの洗濯を畳んでる。うちは外干しなんで、外干しし,てるってし,てしたのをこう入れるって形にしてるんですけど、で最近、か、え、ご、っと、を買ったんですね、かご。100円ショップで300円で買いたやつなんですけど、あ箱、これ、 テント紙とかなんかまあそんな感じのやつですね。えっ、ー、とでこうちょっと箱がタコというか何て言うんだろう。まあ箱,まあ、箱ですね。箱を買ってそこにこう洋服を全部入れてあげる感じで1人分1人分。あとこれがまあ3つあるような感じですね。3つあってそこをなんかこの辺とかにバーって置いて全部入れてくるって感じです。でそこから自分の分を取っていくみたいな形にしています。 はい。ですから、まあ、そうしてあげると、まあ、えー、置いといてもあんま散らかった感がないっていう感じなので、まあ、今はいらないと思うんですけど、多分、子供たちに持っていってもらおうと、もうちょっとそんな感じになるかなっていうふうになりますねで。最近の悩み、まあどう、どうでもいい話なんですけど、最近の悩みは、妻と娘の洋服がだんだん分かんなくなってくるみたいな <laughs> 感じですね。仕分けるのが。だから、えっ、ー、と、まあ、三姉妹なので、三姉妹だとちょっとそれが多分出てくるかな。 上の子と下の子、上の子と真ん中の子、結構年齢が近いので、多分同じようなものに来てくるので、多分どっちがどっちかなみたいなのは多分出てきそうな気がしないでもないんですけど、はい。まあまあ、そんな感じで、こう、ここでできるって形ですよね。はい。それでまあ、選択も終わりました。というわけで、じゃあ上に行こうかってことで、上に行きます。上に行くんですけど、ちょっとここのところ、 のえーとね、玄関からこう階段に行く動線のことをちょっと話してなかったので、あれなんですけど、さっきはこういうふうに来,て来たんですけど、えーとまあ、玄関から、ね、直接こう階段に行こうと思った場合に、こう入って、こう上がって、こう上って、こう来て、正面にベッドが、あベッドはソファーが見えてで、そこを回避しつつ、ソファーとダイニングテーブルの間を通ってこう行くって感じなんですね。はい、だから、一応このダイニングの部分っていうのは、 動線には入ってきてないんですね。ここのところは動線に入ってないので、まあ、ここのところだけ見ると、まあ、動線から外れてるという意味では落ち着いてるんですけど、ただ、この動線がすごくこうぐちゃっと曲がって、こう行くような形なので、ちょっとね、あの、えっと、いまいちっていうのはまおっしゃってたんですけど、いまいちですよね。で、 これはやっぱりそのテレビの位置がここにあるからなんで、これはちょっとまだ改善の方で話していくんですけど、ちょっとやっぱこのままだと、その、ま、小さい住宅であればいいんですけど、この規模の住宅だとちょっとま、ないかなという感じですね。はい。ですがちょっとこれはどうかなというふうに思います。はい。で、ま、こんなふうに上がっていくって形になりますね。で、えっと、上がっていく、またちょっとこの収納の話をすると、 ここ、ごめんなさい、ここ話してなかったですね。ここのところ結構、ありますよね、収納が。で、高さが、これ階段下のために下がるって書いてあるんですけど、えっと、1、2、3、4、5、6、7、8段。ここ8段なので、だいたいまあ、1400ぐらいですかね。1400ぐらいの天井高八七8、7、8、9、10、11、12。ここが12段なので、 えー、これがまあ2メートルぐらいですかね。はい。2メートルぐらいかな。うん。11、2200、まあ、2メートルぐらいかな。うん。っていう感じになると思います。だからここは普通の、まあ、ほぼ普通の収納って形ですね。はい。で、ここが、あのー、ちょっと下がってる収納って感じになります。で、ここのドアなんですけど、 えーまあ、この1400とか2000とかに合わせてやってしまうと、まあ、デコボコになってしまうんですよね。だからかっ悪いので、できれば、ここ2メートルにするんだったら2メートル、2メートル、2メートルとか、あとこっちを天井までっていうかね、高くするんだったら2200、2200、2200とかって感じで、あの全部同じに揃えた方がいいと思います。で、開いてみるとここ天井低いみたいな感じですね。開いてみると天井低いよって感じに、 なるんですけどあの見た目で言うとあの全部高さが揃ってるっていう感じです。でもごめんなさいあの、パースちょっと書いたの忘れてたんで、ちょっと見てもらうと、こんな感じですね。えっと、実際はこれ、もっと低いんですよ。この辺しかない。この辺しかない。まあ、実際、こう上がってるので、まあ、一番低いところでこんな感じなんですけど、こうなってて、でこれは上がってる上がってる感じで、まあ、こういうふうにですね。 で、こういう風にしてあげるとすごく綺麗じゃないですか。でも、ここがこう下がってると、やっぱりちょっと若干格好悪い感じがするので、まあ、あんま気にしなかったら、まあ、気にしないでいいんですけど、まあ、多分そんなに金額変わらないと思うので、はい。だから、この収まりは全然できるんです。まあ、その、石の人はそんなん、ええ、っていう風に思うかもしれないですけど、ただまあ、全然多分見た目は、ここがボコって下がってるより全然綺麗だと思うんですね。はい。だから、まそれは、 全然問題なくできる話なので要はできるっていうのはその柱がこうあ柱と柱があってこうボードがあって、まあ、ここに折れ度が折れ度とかねついってこういうとこに折れ度がつくので,で下がってくるっていうのはこの部分なんですよねこの部分この部分が階段なので柱のより内側なのでここは下がってくるんですよだからここは下がらないんですよねだから これは上まであっても問題ないっていうことになってきます。はい。だからちょっとこんな感じの方がいいかなというふうに思いますね。で、さっきの、あの、テレビはこんな感じですね。テレビはこんな感じで、えー、階段がこういうふうに上がっていくっていう形になってきます。で、あ、そうそうそう、あと、窓。窓なんですけど、 えっと、一応窓こんな感じで、まあ、これでいいかなと思うんですけどね。あの、普通の高さ、2メートルの高さで、えっ、ー、と、縦滑り出し。えっ、ー、と、上げ下げではなく縦滑り出し。で、えっ、ー、と、1メートルとか90センチくらいの窓をこういう風に置いてあげるって形で、うん、が、ま、自然かな。で、ここのところが明るくなってくるので、まあ、これでいいと思います。なるべくこっち側にあった方がいいと思うんですよ。えっ、ー、とー、こちら側の方が、光は入りやすいですよね。うん、だか えっと、近隣の家の関係を考えると、奥よりは多分こっちの方が光が入ってくるから、ここに置いてあげるっていうふうにしてあげるといいんじゃないかなと思います。そうするとこの辺がちょっと明るくなってくりますね。はい。あとは、あの、まあ、これ、普通の壁手、腰壁の手すりなんですけど、ここのところを開放的な感じの、えー、手すりにしてあげることも、まあ、コスト的には上がってしまうんですけど、できるかなと。ごめんなさい、これ、この、<laughs> この手すりの高さ、こんな低いわけないですね。えっ、ー、と、ちょっと今、気づきました。えっ、ー、と、ま、こ、これぐらいになってきますね。えっ、ー、と、失礼しました。こう、こんな感じですね。こんな感じ。こんな感じかな。うん。ごめんなさい。はい。こう、こんな感じです。 なので、えっ、ー、と、階段。こんな感じで上がっていくのかな、まあ、ちょっとあれかなえっ、ー、と、うんそう。そうですね。こんな感じで上がって、まあちょっともうちょっと低こ,これがこんな、こんなないかもしれないですね。<laughs> はい。えっ、ー、とこ、こんな感じかもしれないですね。うん。 じゃあちょっとこんな感じで上がっていくんですけど、まあ、これを見せるような形の階段にもできるとは思うんですけど、ちょっともっと上がるか。ここからなので、ごめんなさい。ちょっと間違ってて。すいません。こう、こう、こうですかね。たぶん、たぶん、こんな感じかな、うん。うん。こう、これで。うん、そうですね。こんな感じですね。 だから、ここが見えない感じになってきますね。ちょっと、ここのところがどんだけ上がるかにもよってくるんですけど、うん。えー、あ、こんなにか。まあ、ちょ、ごめんなさい。ちょっと、後で直しておきますね。はい。<laughs> すいません。なので、ちょっと、ま、この手すりの高さってもあれだと思うんですけど、あのー、えー、このような感じになってますね。だから、ま、ここであれば別に、この手すりっていうのは、その、スカス手すりじゃなくてもいいと思うんですけどね。まあ、手すり子とかがこう、つくような感じの、 手すりっていうのもできなくはないんですけど、ちょっとコスト的に上がってしまうようだったら、まあ、このままでもいいのかなとは思いますね。あ、すいません。多分正解はこんな感じです。はい。<laughs> で、まあ、こんな感じになるってことですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、1回、で、それ、まあ、一回に話したので、これで上に上がっていきます。で、まあ、こういうふうに上がってきて、で、それぞれの部屋にこう、行くという。 まあ、えっ、ー、と、まあ、とりあえず最初は、えー、下の、ね、寝室で寝るっていう話だったんですけど、まあ、子供部屋、ここで寝てもいいような気もしますけどね、うん、まあ、ちょっと引いてみてですけど、あのー、まあ、6畳しかないので、えー、結構狭いっちゃ狭いかな、うん。 まあ、重ねるような形にして、なんえー、4人 ?3 人 ?3 人でもちょっと、ま、あギリギリかなっていう感じなので、4人になってくると、まあ、あ本当に、キツキツな感じですね。うーん、だからまあ、なんとか寝れるのかなっていうところですけど、はい。で、えっ、ー、と、こういうふうに、まあ、ああの、 下じゃなくて、まあ、それぞれのね、部屋で寝るようになった場合は、えー、こっちとこっちって形で寝ると思います。で、えっ、ー、と、まず、主寝室の方なんですけど、ちょっとこちらが、えっ、ー、と、ベッドの位置が書いて、まだないんですけど、えっ、ー、と、こんな感じですよね。こんな感じでベッドがあって、で、ここで、まあ、仕事が、できるよと。 いう感じですね、はい、でこちら側があのまあ光が金輪のねところがちょっと空いてるとこなので光が入ってくるから、まあ、別にここを所在にしていいんじゃないかっていう話があったんですけどあの建築基準法的にはあの隣がどんな家かとかっていうのはあんまり関係ないんですよ。なので例えばその、まあ、これ今はそうかもしれないんだけど、まあ、ここのところがねもしかしたらこんな風に家が建つ可能性も なないとも言えないとえですよね要はここの敷地の人がこっちの敷地を買ってこういうふうに家建てちゃうみたいなことも、まあ、なくはないじゃないですかまあ絶対ないとも言えないですねだからそうなった場合にここがま暗くなっちゃうっていうのはあるんですねだからまあそういういろんなことがあるので基本的にはその自分たちの敷地の中で最高が取れるようにしてくださいっていうのが建築基準法の考え方ですですからちょっとここが空いてるっていうのは関係ないんですね はい。なので、あのー、ここは、やっぱり、えの、ここを居室とするのであれば、居室扱いにするのであれば、ここは開ける必要があります。ただ、何度でいいのであれば、別に、こ、ここのところを部屋にしちゃっても構いません。はい。ですね。はい。で、何度と居室の違いは何かというと、えー、度の場合は、まあ、収納、 なんで、あのー、そこで何かをするっていうスペースではないってことですね。だから、例えば書斎とかっていうのも実は居室扱いになってくるのかな。はい。だからあの、LDK とかも教室ですね。で、もちろん寝室もとか洋室とかっていうのも教室になってきます。ただ、これを部屋にしちゃうと、まあ、ここに関しては難度だよっていう話になりますね。じゃあ、難度の場合ではどうなるのかというと、まあ、難度で、 暮らしてる人はいっぱいいます。マンションとかでもよくあると思うんですけど、あの、2LDK プラス S みたいな感じですね。で、この S がでもでも6畳ぐらいあるとかいう感じです。そうすると子供部屋になったりするんですけど、まあそういうのって普通にあるんですよ。だから、この家とかでも、ここをね、ここ収納、収納とか書斎にしちゃった場合、 なんですけど、あの、これは多分もう全部難度になるんですね。難度になるので、えっ、ー、と、実際はこの、これですね。2LDKS になると思います。1階に和室がある。で、ここにも部屋があるって感じなので、2LDK。で、プラスここは S という感じですね。はい。ですので、それで別に確認申請は通ります。ですから、別に何にも言われないです。なので、えー、ただその、何か売り出すときとか、まあ、売り、売ることはないと思うんですけど、なんか売るときとかに、 俺はもう表記としては 2LDK プラス S になってくるとかいう感じになりますね。だから確認申請図書の方はもうここは S 扱いっていう形になってくるので、そこが違ってくるところかな。うん。っていう感じですかね。だからまあ、この本当にもうこう難度扱いでいいよってことであれば、それでもいいと思います。いいと思いますっていうか、えー、それううこともできます。で、やってる人も多いです。はい。私の 私の寝室もそうですね。うちの、よく考えたらうちの寝室もそうですね。うちの寝室も、ええー、と、何度です。はい。実は。なそれすぐ言っても大丈夫、大丈夫っていうか、まあ、それでも大丈夫だと思いますね。はい。なんですけど、一応その改善提案では、ここを教室にするような形の提案もしています。ここを書斎にしつつ、はい。 なんけど、まあ、それがいいかどうかちょっとまた別問題になってくるんですけど、一応それは提案はしてるので、後で見ていただきたいと思うんですけど、現状だとそういう感じってことです。なので、あの、間取り2の方でここプラスしてて、書斎があるからって話になったんですけど、まあ全然これでも別にできるんですよ。だから、間取り2の方も結局それは何度になってるっていう話の話です。はい。ですから別に何度で良ければ増やしてもいいと思うし、 あのまあ、部屋が、ね、あるからここもあるし下もあるから別に何度にしてもなん何のあれもないとは思いますね、はい、ただ大主、えー、換気、まあ、換気大丈夫だと思うんですけどあの換気をする時に、えー、何度っていうのは換気しなくてもいい形になってるんですよだから、えー、と換気が外される場合があるんですけど大主、まあ、換気で、ね、やるということなので、まあ、もちろんこの中も換気する形にしないといけないと思うので、まあ、それはちゃんとしてあげるっていうのは、えー、やって やってほしいとは思うんですけど、それぐらいかな。うん。別にいいと思いますよ。何度にしちゃっても。はい。という感じです。ここにやってあげて、まあ、寝室はそうですね。で、あと、収納に関してはこれ。えっと、これで3640あるので、まあ、十分ですかね。はい。えっと、今、5メートルですね。主寝室のクローゼットが2.5メートルで、予備室2.5メートルで、まあ、それ足りてないと。 待機中の子供で溢れてるってことなんですけど、まあ、現状が3.6の3.6の7.2メートルですから、まあ、大丈夫だとは思います。あと、下の押し入れもありますので、そちらも使えますから、あと、まあ、ロフトがありますからね、小屋裏収納があるので、まあ、そちらの方に、お下がりの待機中の服に関しては、そっちに行くとかっていう感じでも、 いいのかなとは思い。ます、はい、えい、ー、そんな感じですね。うん。まあ、だから、収納としては、まあ、いいと思いますね。はい。あと、子供部屋なんですけど、えー、こちらに関しては、ちょっと改善提案の時に、2パターン、えー、作ってるので、それでちょっと話をしたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、部屋が一緒でいいかという話について話をすると、えー、私の子供については、あの、今、 ちょうど10畳ですね。10畳の部屋に、えー、二人、えー、娘と息子ですね。息子が高一で、娘が小五が同じ部屋に住んでます。で、さすがに、あのー、ちょっと、えっと、半分に分けたいという話があって、今ちょっと見積もり取ってるところですね。えー、見積もりを取ってて、分ける見積もりを、えー、リフォーム会社さんの方にいくつか、相見積もりをしてもらってます。で、理由としては、まあ、最初はね、 息子が中3ぐらいまでは別に一緒でいいよって話だったんですよだから別に分けるつもりなかったんですねだけど、えー、上に上がっこ高1になってというよりは娘がね、あのー、小5になった時点からちょっと分けたいって話になってきましたで分けたい理由としてはなんか友達を呼べないというのが理由ですね要はこの部屋だと例えばこういうふうに あ、まあまあ、あの、ベッドがあったりして、あったりして、こう、いるじゃないですか。で、くつろいでるじゃないですか。その時に、えっと、お友達、えっと、例えば、下の子の、下の子のが、お友達呼んできて、ここに遊んだりするっていうんですけど、まあ、同性だったら一緒に遊ぶかもしれないですけど、まあ、異性の、だとね、女の子の遊びとかしてるとこに、お兄ちゃんがいるとかっていうのは、こう、いたたまれたりとかね、<laughs> 入れないわけですよ。ですよね。だから、 えっとここにに呼んんでくるるななって話だ、ねはい、からお兄ちゃんがいる時は友達呼べないっていうのがあったりして、それで嫌だっていうのと、あとなんかね、息子が三角部に、高一の子が三角部に入ったんですよ。だから三角部に入って、えー、結構なんかいろんな荷物とかをねも、なんか玉ねぎとかをリュックサックに入れて持っていくんですが、あの、えー、っと、カットした玉ねぎをね、 えー、リュックサックで持ってくるんでですすすけどその匂いがすごかったんですねリュックサッククサ準備してて入れたりするとその玉ねぎの匂いが充満してみたいなことがあったりとかあとまあ男の子なんで匂う臭いとかっていう話があるんですね言い始めてっていうのがあってちょっ,とちょっといいか減分けたいっていう風に娘の方から言い出しましたで息子は別にど,どっちでもいいみたいな感じですね っていうような形です。だから、うちの息子はそんな、うちの家庭はそんな感じなんですけど、ただね、えー、と私のクライアントさんで、えっ、ー、と、前お話聞いた時は、あのー、三人兄弟で、ずっと同じっていうのがありました。それは、上の子が女、上が女の子、で真ん中が男の子、えー、一番下が女の子ですね。で、えー、もうずっと同じ部屋で、大学生ぐらいかな。まで一緒だった。っていうところもあります。 で、そこは、あのー、まあ、もともと部屋がなかっ部屋がっていうか小さいっていうのもあったんで、えー、まあ、それ以上分けられなかったっていうのもあるんですけど、まあ、親とかにもやっぱ文句言うわけですよ。え、なんでうちはみんな一緒なのみたいな話言われるんですけど、まあ、うちはうちだからみたいな形で通したっていうふうにお母さんは言ってました。はい。で、ちょうど私が関わった時に、まあ、 新しく家を建てるってことで、やっとそれぞれの部屋ができるっていう感じだったんですけど、まあでもそんな感じでやってる過程もあります。だからまあその設定条件としてね、そういうふうにしてしまえば、まあ、まあそれ以上どうしようもないからっていうふうなことも言ってもいいとは思います。うん。それはまあ、なんとかなるかなとは思いますけどね。 だからただね、そこの3人で、三人で真ん中が男の子っていうような場合は、やっぱ男の子はね、ちょっと若干女性的になるらしいんですね。だからあんまりその異性から男と見られないみたいな、割と女の子がするような会話が割と得意みたいな感じになっちゃうので、ちょっと中性的な感じにはなっちゃったらしいですね。はい。まあ中性的になったとしても別に結婚とかできると思うのでいいと思うんですけど、まあそんな感じ。 の影響は多少あるかもしれないんですけど、まあ女の子同士だったら別にいいのかなと思います。だからまあ、親のスタンス次第だと思いますね。はい。まあ、仕切れるようにしてあげたりするのはいいと思いますし、あのー、だと思うんですけど、まあちょっとそういうのは、まあなん、うん、一緒だったとしてもまあなんとかなるかなと思います。ただ、一点気になるのは、あのー、上の子が7歳じゃないですか。7歳。下の子が0歳じゃないですか。 ですよね。で、7歳違いですよね。なので、あの、受験とかするときに、まあ、例えば上の子が17歳になったときに、10歳ですよね。で、下が今5歳で、かな ?5 歳 ?6 歳年長さんえっと、今、来年小学生ですよね。で、年長さんになるから、16歳とかになってくると、 まあ結構この,この2人がまあ受験勉強とかを結構するようになってくるじゃないですか。で夜遅く寝るようになってくると、この子はまだ10歳だから、まあ、9時ぐらいには多分寝た方がいいと思うんですよね。でもこっちは、まあえー、とも,うもうちょっと22時とか23時ぐらいまで、まあ、普通に起き,て起きてくるじゃないですか。その辺の時間差っていうのはちょっと出てくるかなと思います。だからちょっとここ ここがどうかなっていうのはあるので、まあ、この子が寝れるところをちゃんと作ってあげるとか、あるいはその勉強スペースは勉強スペースと設けて、で、ベッドはベッドスペースって設けてあげるみたいな形はしてあげてもいいかなと思いますね。うん。だからなんか、これとかだと、まあちょっと、あの、後で詳しく話すんですけど、あの、こちら側の方は勉強スペースにしてあげて、で、こっちは、まあベッド置くよみたいな形にして、まあこっちで寝れる。勉強するのはこっちで。 勉強するみたいな感じですね。してあげれば、まあ、それはそれでいい、なんとかなるかなと思います。ちょっとそこだけですね。その勉強で起き,起きてる、勉強というか、まあ、起きてる時間が変わってくるっていうところが、今は多分みんなで寝るんだろうけど、大きくなってくるとちょっとあれなので、そこだけがちょっと気になったところですね。はい。ただ、まあ、現状のプランとかでも、例えばここに勉強スペース作るとかね、まあ、できなくはないから、まあ、なんとかなるとは思うんですけれども、 あのまあ、この部屋十畳あるので、それを分化することでもできるかなっていう感じです。はい。だからちょっとここのに関してはそんな感じの使い方になって、えっ、ー、と、そういう感じですね。私の考えとしてはそういう感じですね。うん。はい。で、あとですね、えっ、ー、と、子供はここで寝ると感じて、ですね。で、洗濯物はスペースはここにあって、これはいいと思いますね。まあちょっと遠いかな。 いけどまあ、そんなに使わないってことなので、これはこれでいいんじゃないかなと思います。で、この辺に本棚が置けて、まあ、ここも本棚置こうと思えば、置けますね。はい。私はね、こっちに置いた方がいいかなって気がします。で、これも同線の話なんで、まあ、まあ、両方置いてもいいのかな。広いからね、広いから、うん。まあ、なんかこう,いう行くっていうか、こういう感じで行こうと思うとね、なんかここよりは、こっちの方が、 えっと、たくさん入るからね、いいかなって気はするんですけれど、まあ、ただ、結構広いので、まあ、両側に置く感じでもいいとは思いますね。で、こういうふうに選択するっていう形なので、はい。あと、まあ、トイレの位置がどうかって話があったんですけど、まあ、現状は、この間取りだと、まあ、これでもいいかなとは思いますね。ていうか、まあ、ここしか置くところがないという感じ。あと、まあ、こっちとかって形にはなってくる。 まあここはもうけ置こうと思えば置けますね。うん。だけど、まあ、手洗いが置くところがないので、うん、だけど、あの、うんと、まあ、ここだとなんかその洗面所、まあ、トイレというか、洗面所があんまり使いにくいかな。まあ、ちょっと狭いっていうのもあるし、なんかその、ここで手洗いしてるときにここのトイレとかね、使ったりするっていうのがなんかちょっと使いにくかったりするっていうのも。 後ろ通んなきゃいけないからっていうのもあるから、ま、例えばね、ここに、ま、トイレ持ってくるってちょっと言ったんですけど、ま、トイレを持ってきておいて、持ってきておいて、ま、洗面所はここでっていう形だと、ま、そのトイレはトイレ使う人がこっちに使うし、洗面所は洗面所で使う人でこっちで使えるっていうこともできるし、ま、逆に、ま、逆かな。逆、逆ですね。逆かなと思いますね、今。 まあ、洗面所をここに持ってきてあげて、まあ、なんか収納とかあげて、まあ、あの、ここで洗濯するのは洗濯のピンチとかそういうのもあったり必要だったりするじゃないですか。かそういうのとか、あと掃除機とかをここに置いてあげて、で、トイレに関してはこっちとかっていう感じにすると、まあ、その、えっ、ー、と、将来的にね、下と上でえ混雑すると思うので、えー、上は、上は例えば子供用とか、 で、下は大人用みたいな、洗面所みたいな形にしてあげるのであれば、多分ここよりはこっちにあった方がいいかなという気がします。はい。まあ、使いやすいというか、なんかその混雑しないみたいな感じですね。うん。ただ、まあ、手洗いとしてここに持ってきたいのはいいんですけど、まあ、ここの、えっ、ー、と、トイレの方にね、手洗い付きのトイレって書いてあるので、まあ、それであればね、別にそこで済むから、近くにあるのは必須ではないかなって気がしますね。 ここはまあ収納にしちゃうとかってこともできるし、まあ、例えばここの音がまあ気になるってことであれば、あの、こっちに持ってきて、まあ、ここに収納みたいな感じでもいいですよね。ここから入って。 こう入ってきて、ここでトイレ。で、ここを収納って形にしてあげると、ま、こっちに、ま、なんかね、使った時に音が聞こえるっていうのが、ま、聞こえにくくはなるかなとは思いますね。はい。そすると、こっちが洗面所にしてあげて、ここは洗面所を使ってても、ま、トイレと洗面所を使っているっては、同時にこう使いやすいかな、ということは言えるかなと思います。はい。という感じですね。はい。で、ま、ここで、ね、ま、寝て、で、起きてきて、 で、朝ごはん食べるために、こう、下に行きますよっていう感じですね。はい。で、まあ、降りてきて、で、ここで、ご飯朝ごはん食べて、で、出かけていく感じですね。あと、まあ、歯磨きとか歯磨きして、で、お着替えは、まあ、ここに置いてあれば、ここでお着替えをして、で、出ていくって形なので、まあ、それでいいかなと思いますね。あと、まあ、えっ、ー、と、あと、そっか。 あの、勉強スペースがあるんですね。子供の勉強に関してなんですけど、特にここ勉強スペースっていうのは設けてないんですが、まあダイニングテーブルがあるので、まあそこでやればいいかなって気がします。あの、例えばこのところ、ここにね、収納があるので、この中にあの、勉強道具とかを置いとくこともできますよね。その中に例えばランドセルとかも全部入れちゃって、あの、この中に入れておく。まあ3つちょうどあるので3つ、まあ、 まあ、子供用に全部使わなくてもいいで、こことここを、まあ子供用とか、こことここを子供用にしてあげて、で、その子供の洋服とか、あ、洋服じゃなくて、勉強道具とかを入れといてあげて、ランドセル,ルとかもね、入れといてあげて、で、ここで全部準備ができるようにしてあげれば、あのー、その準備したのを見てあげるとかね、サポートしてあげるっていうのも割としやすいですよね。あと、着替えとかもここでできれば、こう着や,しやすいって感じで、だいたいまあ、一回で済むっていう感じになっ、あの、朝の、 支度を1回ですぐになってくると、結構お母さんとかお父さんのサポートっていうのは割と楽になってくるかなとは思います。はい。で、ここでまあ出かけていくって感じになりますね。こっちから出かけていくはいという感じになります。はい、というわけでえっ、ー、と大体えー、この間取り1についてはね。お話できたと思うんですけど、まあこのまま。 の場合だとそういうちょっとね変えるっていうのを話をしたのでちょっとねこれをちょっと大幅に大幅にっていうかまあちょっとこの辺は結構変えますね変えたりとかしてるっていうのはあの改善提案の時にね話をしたいと思うのでちょっとね一旦これで間取り1の間取り診断の方は終わりたいというふうに思います